男にモテたい。正確には私の奴隷になる男が欲しい。びっくりするほどカス。下半身を食いちぎられても、残った上半身でテキテキと張ってでも動く勤勉な奴隷。そういうのが欲しいわ。そういえば昔神社で、そんな感じの薬があるって聞いたことが。いいですか、お二人とも。小ごと酔いでは、ただの犯罪ですが、二つ合わせれば、悟りとなります。あ、これじゃねえわ。何を思い出してるのよ、私は。ねえ、神主、人から好かれるいい方法ってある？好かれる方法ですか？私、人気者になりたいの。僕は普段の野江さんは、とっても魅力的だと思いますよ。それじゃあ遅いの。私は今すぐ人気者になりたいの。何かいい方法ないの？あるんですよね、それが。この本に作り方が書いてあります。モテ薬。異性の欲望、主に性欲を刺激してモテることができます。効果は約1日。マンドラゴラ500本を5000ちょうどのお湯で煮込む。こんなすごいアイテムがどうしてこんな都合よく出てくるの？そうしないと話が進まないからですよ。なんで数年前の思い出をこんな鮮明に覚えているんだ私は。そうしないと話が進まないからですよ。んで。完成。材料が都合よく揃っててくれて助かった。何から何まで都合よく言って逆に怖くなるわね。ん？ノエ、なんだこの瓶は？マヨネーズか？違う。ああ、そうか。ノンオイルドレッシングか。なんでサラダに合うものばっかりなのよ。どれも違う。じゃあ何なのだこれは。これはモテ薬よ。モテ薬だと？この薬を使えば男は下半身を食いちぎられても上半身だけでテケテケと動く奴隷となるのよ。多分ね。ふふ、では早速薬を。いただきまーす。ドラボー！はっはっは、礼を言うぞマヌケめ。これで我はモテまくり、都合のいい奴隷を作り放題だ。このバカ！お前、それは、飲んだ奴が私を好きになる薬なのよ。え？つまり、我が、貴様を？ええ、ないない、そんな土地狂った展開になってなるものか。そうよね。うん、そうに決まってるわ。あはははははは、なんで近づいてくるの？っていうかなんで手を握ってんの？我が知るか！お前薬効きまくってるじゃない！何？あんなチンケな役でどうにかなるような帝王だと思うか？この愚か者めが、ただなんだか貴様に頭を撫でてほしいだけだ。聞いてる？私に惚れてるのよ。薬に負けるな！悪口よ！私に対する悪口を言うのよ。悪口。そうだ悪口だ。貴様のことなんか大嫌いだ。この愛すべき愚か者。好きと嫌いが圧縮されてる。混ぜるんじゃないわよ。言い切れ。愛してる。そっちじゃねえ。我呪いのこといっぱいチュッキー。ダメー。完全に薬で頭がいかれてる。でも確か薬の効果は1日だったはず。今日1日このキモいアルタイル13に耐えれば元に戻る。それまで私の中枢回路がショートしないか心配だけど。いや無理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 、そんなキモいアルタイル13と一緒にいたくない。さっきから鳥肌がすごい。アルタイル13、私の嫌いなところを頭に思い浮かべるのよ。そうか、わかった。呪いの嫌なところ、脅威が無駄にでかくて、脅威が無駄にでかくて。うわ、なんで？あんた性欲ないはずでしょ。なんで興奮してんのよ。わからん。なんだこの感情は。貴様の胸のことを考えたらいきなり。バホワー！だからなんでよ。嘘でしょ。あの薬って性欲ない奴すら発情させる効果まであったの？あー、なんだか貴様に我の子供を産んでほしくなってきた。なんでよ。落ち着け、サーティー。できねー。貴様はもう我のものだ。うわー、やめろ。離せ。私はどちらかといえば受けより攻めるのが好きなのよ。人の子など腹見とうない。離せ。私のそばに近寄りなー。はっ、なんだ、何が起きた。昨日の記憶がまるで穴が抜けたように抜けている。ノエ、貴様どこにいる。お、いたいた。ノエ、我に一体何が起こったか知っているか。